頼れるのは己の足だけ。頑張れ珍獣ハンター妹。せえな、いつでも来ていいよ。そして勝負の時はすぐにやってきた。来た迫り来る体長2メートルのコモドドラゴン。コモドドラゴン VS 妹、果たしてどっちが早いのか。コモドドラゴン早い、しかし妹逃げる。間一髪逃げ切り勝利。興奮冷めやらぬコモドドラゴン。びっくりした、早かった。あいつこれでも相当いい写真撮れたんじゃないですか、この感じ。それでは撮れた写真とともにレースを振り返ってみよう。両者互角のスタートダッシュ。妹後ろを振り返る余韻を見せると、コモドはすぐそこにいた。ピンチ。しかしたくましいコモドが鳴りを上げる。見よこの躍動感。かけたら終わりのデスマッチ。四年の時を超えてコモドと妹は再び熱い戦いを見せた。レンガ城プロジェクト、その出来上がりはスタジオで。